はい、どうも皆さんこんにちは、トイサイの学生です。本日は仮面ライダー令和ザ・ファーストジェネレーションを見てきました。はい、見ました。控えめに言ってサイ・アンド・コーな作品でしたね。去年の平成ジェネレーションズフォーエバーからもう1年経ったんですね。早いね。去年の感想動画も一応上げてるんで、懐かしいなと思う人は見てください。でも今回の映画もね、ツイッターの方でも感想あげたんですけども、ネタバレを言わずに感想を言うとなりますと、難しいんですけども、簡単に言うと、昔の仮面ライダー、昔っていうのは平成仮面ライダーとかが、介入せずにね、ジオーとかは仕方ないけど、仕方ないっていうかジオーもうまい程度にね、そうたちが関わって、でアナザーライダーの下りもうまくつなげて、でゼロワンサイドの話も、してくれて、うまく面白く結構まとまってましたね。ここ最近の、冬映画の中ではトップクラスにストーリーは面白かったですね。で、特典のね、入場特典のこれまだ開けてないですね。今回から見てください。これ映画を見た後に袋を開けてねって書いてるんですよね。なんでもうね、開けずに来ました。はい、あとこれを買いました。一番欲しかったやつ、ボールペン。じゃーん、ここにね、どっちだ、ここに見える秘伝インテリジェンスって書かれてるんですよね。これ一番狙ってたんで、かっこいいですよね。これ使いたいと思います。はい。で、これね、ラインナップを見てみましょう。これ2枚入りになってまして、これ2枚入りになってましてね。A が秘伝アルトとトキワ総合、B が、ハテナとゲイツ、C が伊豆とツクヨミ。これね、ハテナもう見ちゃって、これ言っていいかな？言っていいよね。ハテナがね、ザイヤの社長です。ザイヤの社長はね、正直いらないので、これ A セット狙いですね。A セットが一番欲しいね。B が一番いらない。B が来たらもう、あれですよ。ガチ切れします。はい。即動画終了。C も、まあまあまあ、まあ C もいいかな。うん、とりあえず A が欲しい。ということで、上げていきたいと思います。3分の1。3分の1。いくぜ。オープンセサミ。やった！よし！よし、やったー、狙い通り来たー、これは嬉しい。あ、すごい、裏面も、あ、すごい、ちゃんと学生証とか、あ、やったね、やったー、あ、すごい、かっこいい、見てほら、いいね、秘伝もいいね、最高だね。ゼロワンサイドも、ジオサイドもうまく描かれている、令和ザ・ファーストジェネレーションズは絶賛公開中なので、皆さんも、劇場にぜひ足を運んでご覧ください。トイさんの学生でした。バイバイ。動画をご視聴いただきありがとうございます。もしよろしければこの動画のグッドボタン、さらによろしければチャンネル登録ボタンを押してください。押してくれないとあれですからね。あれですよ。ということで、私の次回の動画をご期待ください。バイバイ。